今日も8時45分になりました。大阪を知ろう、野ア愛スペースのお時間です。皆さんこんばんは。大阪府議会議員の野上愛です。今日は2024年8月26日の月曜日ということで、まあお盆休みも終わり、8月ももう最後の1週間がスタートしたということで、まあしかし暑いんですよね。 さて、まずやっぱり昨日、投開票が行われました、美濃市長選挙と市議会議員選挙についてです。で、今日ね、結構あちこちの,あの新聞の見出しとか、あとネット記事なんかがね、結構あちこち出回ってるかと思うんですけれども、まあ、誰々当選というのではなくって、維新の現職、まあ、維新公認の現職市長落選みたいなことが見出しに踊るような、まあ、そんな えー、月曜の朝だったと思います。まあ、昨日行われました、未納市長選挙では、まあ、市長選挙、えー、維新の現職の、えー、上島隆一、えー、竜一者は上島ないっけ上島市長、失礼しました。あの、同僚の不義でお世話になってた先輩でもあるんですけど、上島市長と、 そして、まあ、自民を離党した無所属、そして共産党という、まあ、三つどもえの市長選挙が行われました。で、まあ、大阪の皆さんやとね、それでも一緒に強いんやろうっていうような声がある一方、まあ、この上島市長に至っては、直前の6月の定例会で、まあ、あのー、いろいろね、万博できん発言みたいなことが言われましたけれども、あのー、議員の一般質問に対して、市長があんまりね、市長がやじ飛ばすって聞いたことないんですけれども、あの、そんなんやったら万博できんや、みたいなこと と、あの万博の問題を取り上げた共産党の市議に対して、あの野次を飛ばしたっていうことで、まあ、これ一体何様やねん。とかあのそういったことでね。話題にもなりまして、また、この間の4年間のまあ開発の状況なんかがいろとね。まあ批判をされていたということもあって、まあ、新人のあの全不義の原田さんがまあ投票当選されたということだったんです。で。ところが、この原田さんもえっと去年の統一自治体選挙で。 秒、百十秒ぐらいやったかなさあで、まあ、あの、不義戦、落選された。 ということで、まあ、美濃の政治状況っていうのが非常に、まあ、いろいろと、あの、その時々に応じて、あの、有権者の方が判断されてるんだろうな、というようなことで、あの、非常に、あの、興味深い。そして、まあ、大阪全体としても、まあ、今、万博を前に、この維新、ね、あの、知事も連日応援に入ってはりました。あの、最終日の土曜日、私も駅前で吉村知事見かけましたけれども、まだやってまいりました、とかって、なんか結構何度かっていうか、長い間いてはったみたいなんですよね。まあ、そんな中での選挙でした。ちょっと とあのこの間大きなニュースになっていた問題としてあの大阪の ベイエリアといっても万博でも IR でもなくホテルの話についてちょっと改めて振り返りながら皆さんと情報共有をしてみたいと思いますがえっとこれがいつだ8月22日ですからえっと先週ニュースになりましたけれども大阪府の先島庁舎に入っているホテルまあ先島コスモタワーホテルというホテルがあの今日現在も運営してるんですけれどもここの 社長が、ええー、まあ、差し押さえ逃れで現金隠した疑いで逮捕されたというニュースが駆け巡りました。で、これ何かと言いますと、まあ、実は大阪のベイエリアの開発と挫折でもって、維新の登場とこれまた挫折と、あの、大きく関わる問題なんですけれども、まあ、大阪湾ベイエリアに、ええー、先島という埋め立て地がありまして、これ、あの、今回万博が開かれる夢島の一個手前といいますか、あの、夢島の隣の 埋め立て地なんですけれども、まあ、ここには、あの、インテックス大阪、あの、展示場があったりですとか、ATC、まあ、これも大きなビル群でして、で、さらに、この WTC とかつて呼ばれた、まあ、あの、当時、日本、西日本随一のタワービルだったというのが、まあ、その後、あの、もともと大阪市が開発したものを、まあ、橋本知事の時代に成り物入りで大阪府が買い取って、まあ、ここを、あの、大阪府庁にして、 で、さらに、あの、攻撃年号、あの、関西州の州都にするんだ、みたいなことで、まあ、いろいろとずっと、あの、まあ、一員不正誕生の、えー、問題と非常に密接に絡んできたのが、この先島のコスモタ、先島タワーなんですね。で、実は今、この先島タワーには、大阪府庁の、えー、一部のセクションが入っていまして、まあ、このあたりの問題っていうのは、この前のね、あの、今年の2月の、 あの、議会で私野上が、あの、一般質問でも取り上げておりまして、あの、今回、あの、ちょっとまた後で案内しますけれども、ホームページに上がっている、あの、ニュースレターにもそのあたりの問題っていうのは、あの、書いてるんですけれども、まあ、とりあえず、いろいろ問題があるんですね。で、やはり、この先島庁舎、あの、2008年に橋本不正が誕生してから、まあ、これを大阪市から府が勝って、で、大阪府庁にしようと思ったら、2011年の東日本大震災で、まあ、関東の方はもちろん、 大きな地震だったわけですけれども、大阪もちょっとだけね、あの、ちょっとだけ揺れは感じたんですけれども、そんなに被害が出るようなことはさすがに東日本の地震、東北が震源地ですからなかったんですが、この先島コスモタワーは、なんと、あの、長周期振動ということで、エレベーターは壊れるは、えー、非常に大きな被害が出たわけなんです。で、これが、 明らかになりまして、この防災拠点としてはちょっと使えないということで、府庁の全面移転というのが断念されたその後に、今度じゃあこれを民間で有効活用しようということで、ホテルを誘致することになったんです。で、それが2017年のことでした。で、この成り物入りで今度ホテルが誘致されたわけなんですけれども、まあ、先島コスモタワーホテルということなんですけど、当時はもう知事があの松井一郎さんに代わっていまして、ところがこの え、先島タワーっていうのは、まあ、ビジネスっていうかオフィスビルとして開発をされていますので、まあ、ホテルに適していたかというと、まあなんか松井さんの鶴の一声でホテルに決まっちゃったんですよね。なんか松井さんの鶴の一声で物事決まったって他にも聞いたことありますよね。あの先島じゃなくて夢島に万博が決まったとか、まあそういう松井不正の間っていうのは本当にそういうあの知事の独断先行鶴の一声ということで、いろんな政策がある意味歪められていった一つだと思うんですけれども、 民間活用っていうのは分かったけど、なぜかホテルになっていたと。で、ところが実際に入ったホテル事業者がここで営業し出すと、まあ、なんていうか、エレベーターが思ったよりうるさくて客室に響くんで、まあ、その分補填してくれということで、この運営会社と大阪府の間で、まあ、いわば揉め事が発生したわけなんですね。で、運営会社としては、まあ、このエレベーターの回収費用にお金がかかるから、大阪府への賃料を払いませんで、ということで、まあこの 賃料の滞納というのが2020年に明らかになってそこからずーっと とこの運営会社が、賃料を払わずに、しかし、まあ、コロナ禍もありましたけれども、コロナ禍の、あの、旅行支援とかね、あと、やっぱり、あの、コロナ後に、あの、インバウンド戻ってきましたので、まあ、結構ね、今、流行ってるらしくって、賃料は払わへんわ、高熱水費は払ってへんわ、という中で、営業をしていて、まあ、ボロ儲けしてはるというような状態になっているわけなんです。で、大阪府とこの運営会社がずっと裁判を続けていまして、いよいよこの判決が、今年の、あの、 8月の頭に、まあ,色々あの、いろいろ、今年の頭に、あの、定まりまして、で8月の頭に、この、えー、あの、立ちのきということで、運営会社とようやく合意したということで、8月上旬に実は知事が記者会見で、まあ、10月31日にこのホテルが、あの、立ちのきになるんで、11月以降の予約がある人については、大阪府が、 わざわざサポートデスク、ヘルプデスクを立ち上げて、このホテルのお客さんの、あの、なんて言いますか、ケアをするというような、非常に手厚い対応までしていたのに、結局のところ、 この運営会社とホテル会社の社長が、まあ、財産を隠していたということが明らかになったわけなんです。で、実はこの運営会社というのが、これまでホテルの運営実績がない、まあ、大阪の南の方の工務店と、まあ、あと、まあ、自転車屋さんなんかでね、有名らしいんですけれども、あのー、まあ、これ調べたらあの会社の名前出てくるんですけれども、あのーまあ、自転車屋さんなんかを経営されているような会社と、でまあ、そこにあの大きな関財会社が入って、 で、あの、新しくこの先島コスモタワーホテルという会社を作って、まあ、事実上初めてホテル運営に乗り出したということだったわけなんです。で、この、あのー、親会社になっている工務店ですとか、自転車屋さんっていうのは、まあ、大阪の南部の方では非常に有名な会社でして、まあ、何で有名かっていうと、昔で行くと自民党、で、今で行くと 維新の会の皆さんに非常に多く政治献金をされている経営者がいる会社ということで有名なところが、まあ、この初めてのホテル運営に乗り出して、で結局ホテルの運営がまあうまくいったのかいかなかったのか、まあ、大阪府との裁判の末立ちのきになって、そして、 その社長が個人資産を隠していたというのがことの天末なんです。で、この真相っていうのはわかりません。まあなんかうちは揉めしたんかなとかいうことも思わないでもないですし、まあ一方で単に社長が個人的にどうこうしたのかもしれないですし、まあ、ひょっとしたらその松井さんとの,あの約束の中で話が違ったのかもしれないしということで、まあ、様々なあの疑惑が 未だに解決されていないのが、この大阪の先島コスモタワーホテル問題だというふうに思うんですけれども、まあ、いずれにせよ10月31日にこのホテルが立ちのくと。で そこで、まあ、大阪府がこの取り戻した大阪府の財産としての、まあ、ホテルフロアを、まあ、この後どうしていくのかということも問われるわけなんです。で、もちろん、このずるしてね、あの、賃料払わへんようなホテルがいつまでも運営していくわけにはいかないんですけども、一方で、ま、10月31日にこれ立ちのかはるわけですよね。 で、来年の4月からは、万博で、まあ、予定通りお客さんが来たら、ホテルが足りひん、足りひん言うてるわけですけれども、まあ、開催半年前に、一番まあ、近い、先島、夢島のすぐ隣ですから、まあ、このホテルを閉じてしまうというようなことで、まあ、本当に、なんというか、その場しのぎの、あの、ちぐはぐな、場当たり的な大阪府政を象徴するような、あの、一つの出来事なのかなというふうに思っています。 ま、この先島コスモタワーホテルだけではない、まあ、大阪府の先島庁舎の問題については、ま、何度か大阪の府議会でも取り上げまして、あの、最新はね、あの、先ほど申しましたように、あの、この2月の、あの、定例会、委員会でも取り上げました。 その様子というのは、えぇ、ー、ののアイホームページから、あのー、ご覧いただけます、最新の野の,のうえあニュースレターでも、あの、委員会報告としてお届けをさせていただいておりますので、あの、興味ある方はぜひちょっと続きを読んでいただければというふうに思います。まあ、いずれにせよ、まあ、その時の時のトップの思いつきで、まあ、お友達でお金を回そうとしたのかどうかわかりません。しかし、その天末がこういったお粗末なことになったことは、まあ、不民の まあ、負の財産ということになってしまう。この、あの、損した分は、不民に付け回されるっていうことは、やっぱり、あの、厳しく、あの、これは、あかんで、ということは、言っていかなければいけないと思います。 民主ネット大阪府議会議会員団の野上愛ですすすどうぞよろししくお願いいたしまま最後になります、えー、大阪府の庁舎の問題について、質問を出ていただきます、えー、午前中も、えー、複数の議員から、えー、この庁舎に通じての質問が重ねられまして、えー、全くあの認識について、この大きな災害を経た庁舎の在り方ということで、やはりあのこの府議会に集うもの、同じような認識を持っているということで、えー、先輩方の議論を、えー、拝聴させていただきました。えー、特に今回 この庁舎問題につきまして、私が改めて質問をさせていただこうと思いましたかけは、やはり今年1月1日の能登半島地震であります、まあ、大規模地震への備えをより強化していく必要というのが、まあ、認識されたというふうに思います、まあ、特にまあこの災害といいますのは、例えば阪神・淡路大震災、都市直下型、関西では起こらないとされていた都市直下型の地震で、高速道路が倒れるというような、誰もが想像しないような災害となりました。そしてまあ日 東日本大震災では、広範囲にわたる津波災害で、これまた世界を驚かせ、そして、まあ、世界をあの悲しみの底に突き落とした、まあ、非常に大きな災害と、そして合わせて発生した原発事故で災害救助というのがより困難化するという新たな課題に向き合いました、まあ、さらに熊本地震では、まあ、震度7を数える地震が短期間に2度発生するということで、これまた想定外の地震ということ で新たな対応の必要性というのが議論されました。え、そしてま今般の能登半島地震はま半島部に伸びた過疎地が震源地ということで、ま特にまこの県の単位で見ますと、県庁所在地である。まえ市街地部分から。 この災害発生の、えー、当事者と当事地といいますか発生地震源地に容易にアクセスができず、その災害被害の実像も、えー、数日にわたって十分に把握できないというこれまた私たちが想定していないまあ、そういった大きな災害に見舞われ、そしてまだ私たちはその復旧の最中にあるということなんです。まあ、さて、まあ、今日もテレビ見てますと南海トラフ地震、東南海地震いつ来るか確率はこれはどういうふうに見たらいいのかというの。 朝のワイドショーで、えー、花盛りで議論がされておりました、まあ、大阪としても、まあ、想定外を想定しながらこういった問題に備えていかなければならないわけなんですえさて、まあ、そんな時にこの災害対応の、まあ、市町村庁舎ももちろんのことですがさらに大きな現地司令塔となるのがこの都道府県の庁舎であります、まあ、大阪府庁、まあ、これはまあ大阪だけではなく、まあ、この京阪神のコアとしてし しっかりと災害拠点としても、災害対策拠点としても、機能していかなければならない、まあ、そんなところでもあるかというふうに思っております、えそこでまず確認させていただきたいのが、えー、この大手前の庁舎、まあ、この本館庁舎と、そして米エリアに広がります先島の、えー、庁舎、まあ、この両庁舎の、まあ、耐震化の状況について、まず現状についてお伺いをさせていただきたいと思います。委員長,石塚長 庁舎の耐震化の状況について、大手前庁舎につきましては、平成12年度に別館、平成28年度に本館、令和2年度には契約局が入る分館6号館の耐震改修が完了しています。先島庁舎につきましては、もともと法律上の耐震性能を有していましたが、長周期地震動に係る東日本大震災以降の国の新たな知見を踏まえた追加対策を実施し、令和3年度に完了していま まあ災害発生時に。 す、まあ、素早い対応と、そして、まあ、中核となる機能を求められる大阪府の庁舎であります、まあ、これが大手前と先島に分散されていること自体が、まあ、私は少し問題があるなと思っておりますけれども、さらに、えー、午前中の答弁でもあの明らかになっておりましたけれども、まあ、津波想定のときは、まあ、そもそも緊急参集場所にすらならないということで、まあ、この課題というのが、災害拠点としての庁舎の在り方というのを、改めて少しこの耐震化が完了した現状 たを踏まえて前に進めていく時期に差し掛かってきているのではないかなというふうに思っております。まあ、そもそもあのこのメインの庁舎が2箇所に分かれていること自体、府民ですとか事業者の皆さんにとっても非常に不便ですし、あの分かりにくいということもありますし、まあ、これ、なかなかコストに換算することが難しいということで、あの数字はお示しいただくことは難しいというふうに事前にお伺いしましたけれども、やはりこの議会対応をはじめ、職員の皆さんが両庁舎間を移動されているのも、 これも大変やろうなというふうに想像するわけですこういったことで府はもちろん府民の皆さんにも余計なコストがかかってこないような庁舎のあり方というのをこれから検討していく段階に入っていっているのではないかなというふうに思いますそこで続けてお伺いをさせていただきたいんですけれどもこの二つの庁舎を維持する場合大手前先島ともにそれぞれの課題があるというふうにこれまでされていきましたけれども大手前につきましては いいいろろな意味で機能を強化していくことがまあ私は、必要だと思っております、まあ、そこでお伺いしますが、大手前庁舎のすべ、えーまあ、ての施設につきまして、現在、安全性が確保されていると言える状況なのか、そのことについて、お伺いをいたします建築当初から耐震性能を有している新別館、北館、南館を含め、大手前の執務室はすべて耐震改修を完了しておりますが、現在、倉庫や会議室として使用している旧職員会館 会会や旧議会会館など 複数の施設は耐震性能を有していないため、これらの施設の安全確保に取り組んでいるところです。今年度はこうした施設の倉庫や会議室の機能について、耐震性能を有している庁舎分館令和4年度末に近畿管区警察局が退去した建物ですが、こちらへの移転を進めておりまして、移転が終了した施設については、使用を停止し、その後、撤去していく予定です。事業完了まで一定の年数がかかる見通しですが、大手前の安全性の 向上に寄与しているものと考えております。旧議会、会館、旧職員会館などがまあ、いよいよ今年度末をえっ、ー、と特に職員会館ですね。まあ、今年度をもってまあ、次のステージへといいますか？まあ、今後撤去に向けて取り組んでいかなければいけないかと思います。けれども、もまあ、そういった課題が徐々に整理されつつある状況というのは、えー、お聞かせをいただきました。で、まも、あ、とより、この庁舎の移転構想というのが、まあ10年ほどかけて行われているというふうに認識しております。けれども、やはり。 まあ、耐震性でですすととかかアクセスですとか、あのー、防災拠点としてどうなるかというようなさまざまな案を考えたときに、まあ、この大手前庁舎を、まあ、耐震補強して使っていくということは、まあ、防災性ですとか、えーまあ、スピード、コストの面で非常に優位性があるということはこれは東日本大震災以前の、まあ、大阪府の構想の資料などを見ましても明らかになって ているところであります。この機能集約と。 機能強化という点から、まあ私はこの大手前の機能をまあ古くなった、えー、建物の除却を急ぎ、えー、さらにその課題を整理し、まあ市民にわかりやすく安心安全な大阪府庁として再編していくまあその計画を、えー、スタートさせるそんなタイミングに差し掛かっているかというふうに思います。ええー、ちょっと時間の都合で先島庁舎周辺の賑わいということに関してまして、えー、の調整をさせていただきましたが、その点に関しましては、えー、要望とさせていただきまして。 え今この大手前に関しては改めてシビックエリアとしての集約、ま先島周辺に関しましてはまこのホテルの問題がいよいよまあ本年度何とか訴訟の決着がつくんではなかろうかという明るい兆しも見えているというふうに思いたいところであります。まこういったところを民間活力に寄っていくこと、え今大阪府が大きな政策転換点に立ちかかって立ちかかっているのではないかなというふうに思って。 おりますまあ、この問題につきましては、やはりこれから時間をかけて議論を丁寧にしていくと同時に、まあ、しかし、災害は待ったなしでありますので、 急いで議論をしなければいけない面もあるかと思いますまずは大きな方向性の議論についてもう少し議員に申し上げます、はい、はい、申し上げ、えー、ございませんが申し上げの時間が経過しましたので簡潔、はい、にお願い申し上げます、はいはい、これで終わりたいと思いますこの点につきましては、えー、知事質問を、えー、要求させていただきまして、えー、大手前の、えー、防災拠点としての活用に向けた、えー、議論を深めてまいりたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします以上でございますありがとうございます 民主ネット大阪府議会議員団の野上愛です。 え続きましてもう一つ庁舎の問題について、えー、端的にお伺いしていきたいと思いますまあ、大阪府の庁舎、えー、これにつきましてはまあ、改めて次なる在り方ということについてまあ、検討していく時期に差し掛かっているのではないかなということで委員会の一般審議でも質問をさせていただきましたまあ、特に今回このことを強く考えるに至った経験はやはり1月1日の能登半島地震ですまあ、大規模震災への備えを強化する必要というのがまあ、認識されたと思いますまあ、災害発生時に素早い対応を求め られる大阪府庁舎が大手前と先島に分かれていて、3週にも使えないような庁舎が大きな機能を担っているということは問題があると思いますし、そもそも平時においても、府民やまた事業者の皆様にとっても非常に不便で分かりにくく、職員の皆さんは業務のために両庁舎間を移動さなければならない、府はもちろん、府民の皆さんにも余計な負担やコストがかかっていないかということが非常に心配であります。先日の委員会で、えー 大手前、先島庁舎とも執務室の耐震性能は確保されているということがあの明らかになりまして、大手前において残されていた課題、まあ、旧議会会館、えー、職員会館、えー、耐震性能を有していない施設の安全対策が、まあ、いよいよ、えー、まあ 終焉を迎えようとしているということが確認された今、まあ、大手前庁舎の在り方について、もう一度考えるべきだと思います。まあ、この本館、別館は非常に古く、執務環境としては一般的なオフィスと見劣りすると思いますけれども、まあ、今後はこうした執務環境のさらなる改善など、機能強化が必要と考えます。まあ、一方で、先島については、まあ、米エリアの活性化の司令堂ということにおっしゃっていますけれども、まあ、なかなかその役割が十二分に果たされているのかというと、えー、私はそうとはお 感じられない部分もあります、まあ、先島地区のにぎわいは民間に任せ、将来的には大手前の府庁舎を集約することも含めて、まあ、この大手前における安全対策を機に、えー、検討していくべきではないか、機能強化を検討していくべきではないかと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします吉村知事まず先島調査におきましては、ベイエリアの発展であったり、その活性化を牽引する部局が入居する府の施策推進の拠点になっています。まあ、今後とも米エリア活性化の指令 政党としての機能を発揮しえそして適切な役割を果たすよう活用をしていきたいと思います。そしてここ、大手前庁舎につきましては、本館や別館などのすべての執務室の耐震化は完了しているところです。まあ、一方で、旧議会会館や旧職員会館など、耐震性を有していない施設の倉庫等を庁舎分館へ移転する作業も進めています。まあ、その後の検討につきましては、大手前地区の土地利用の中でトータルに考えていく必要があると思ってまして、中長期的な課題として、 認識をして中長期的な課題かと思います、えー、これ、2014年の少し古い資料ですけれども、当時の大,島大手前、先島の在り方検討の資料を、えー、振り返っておりますと、まあ、先島、大手前の両庁舎の職員の移動は年3万5000人延べということで、やはりこの数字だけ見ても、ものすごいコストだなというのは、まあ、議論をするまでもないと思います、まあ、コロナ禍を経て、勤務形態も変わってきまして、その実態というのも変わってきていると思います。まあ、中長的な 対策あの課題ということですから、ぜひこれまでの経過を踏まえつつ、しかしこれまでの経過にとらわれない新しい大阪の不調者の在り方というのをぜひスタートしていただければなということを要望いたしまして、私からの質問とさせていただきます以上です。